茂木直子です、私のその債権をどうやら東和銀行の、長谷川恵里という女、長谷川恵里という女が、私があの、令和4年の2月に、まあ債権のその、保全の費用やら、まあかけたんですが、それを却下にしやがったんで、またその保全執行のお金が、いくつも人間が出てきてるので、かけなきゃならないということと、申し立て書面には必ず、収入印紙がいるので、その費用のために50万の借り入れを申し立てました。でも却下だって言ってました、翌日ね。変わらず、東和銀行の、東京支店の人間が、どうやら、福田誠の、奥沢の物件を、5450万という徹底等を、勝手に設定かけたみたいですね。この長谷川恵里っていう女が。まあですので、私、東和銀行に口座持ってません。持ってないんです。もちろんですが、本庄店にも小玉店にもありません。クローズしてますから。私が、お金は、以前、平成ですかね。平成のやつはもう全部完済しておりますので、東和銀行で借入れ金は一切ないです。にもかかわらず、東和銀行の、東京支店が、設定をかけてるんだとしたら、これ、福田誠が、設定をしてる以外は、こんな抵当権を設定する理由はありません。ありません。まあ、ですので、詐欺であるとして、私がその50万のその、収入印紙代が欲しくて、借り入れをしたっていうものの、申し入れのは、約定してないから、口座もないし、約定がないので、返してくれということを、副店長の佐々木という人に言いました。聞いてください。ちょっと見たところ、世田谷区の奥沢に、東和銀行で
というわけで、どうやら三井住友海上の福田浩二宛てに、東和銀行が勝手に窃盗権を、5450万として、勝手にやってるようなので、抵当を設定してね。私、契約しておりません。約定は、却下ということで、長谷川恵里が、口頭で言ってきました。だから、その書面が、たった50万のやつで、そんな風に抵当権をつけてやってるとしたら、この長谷川という女が詐欺をやっていたということで、追訴をかけなきゃなりませんね。長谷川博士と長谷川恵里。長谷川の犯罪です。そういう事件です。創価学会の長谷川恵里の犯罪であり、福田誠はそれに応じる必要なんかないんですね。まあ、そういう事件ですので、私にちゃんとそういうの聞いたり話したりしないから、そういう目に遭ってるんですね。この連中、バカですから。私に対してそれがあるのかないのか、もし仮にあったとしたなら、長谷川恵里を、告訴をかけなくちゃなりませんので、そういう勝手なことをやってたとしたら、設定を、直ちに、借金したという非常に、私にとっては、部の悪いようなことをやってたとしたなら、東和銀行に提訴をかけ、告訴状を長谷川恵里に偽証罪として、私には、この女性を告訴します。以上、本物です。どうやら私には、大丈夫だと思ってる、この腐った長谷川博士、長谷川恵里グループ、詐欺師軍団、創価学会グループがおります。私は東和銀行に口座ありません。それから借入金は、却下ですからしておりません。借金ゼロです。なぜこれ抵当権が発生してるのか、その件を伝えないといけませんね。以上、本物の茂木直子でした。